おはようございます。今日は私の日課を、朝の日課をご紹介したいと思います。まずはこのように猫たちに起こされます。私の家では3匹の猫を飼っています。まずこれがワビちゃん、それからこちらがサビちゃん、そして最近、庭をうろついてたので保護したユキミちゃんですね。最初の2匹がオスで、ユキミちゃんは女の子です。はい、みんなご飯を食べたくて仕方ないようなので、まずはご飯をあげます。と見せかけてトイレに行きます。はい、じゃあ今度こそご飯をあげていきましょう。ご飯をあげる順番が結構大切で、まずはゆきみちゃんからあげていきます。はい、ゆきみちゃんはこちらの、見づらいな。はい、こちらのシーバですね。これを半分ぐらいあげます。はい、こんな感じですね。はい、ゆきみちゃんのご飯はこのケージの中であげます。よいしょ、はい、はい、なんでこんなことしてるかというと、ゆきみちゃんは他の2匹のご飯を横取りして食べちゃうので、この中に入れて食べさせています。
番新入りだし一番年下なのに容赦ないですね。わびさびちゃんたちはこのモンプチーですね、これを半分こします。はい、なんでこんなところでご飯をあげているかというと、まあ、最初に映った通り我が家には子供が2人いまして、まあ、猫がね、お食事中に襲撃して しまいますので、まあ、このようにね高いところであげています。本来あまり衛生上良くないような気もしますが、まあいいでしょう。だいたい食べ終わったんで、ちょっと試しにゆきみちゃんを解き放ってみましょうか。Mm-hmm.
はい、じゃあ次はトイレですね。トイレの片付けです。おはよう。はい、じゃあもう一つのトイレですね。ここにあります。あんまりね、配線の周りにトイレ置くのは良くないんですけど、ちょっと我が家は理由があってこうしてます。まあ、ちょっと他の動画でも説明してるんで今日は割愛します。はい、じゃあ続いてね、カリカリを揚げていきます。そうだ、ちょっと三脚を取ってきます。じゃあちょっと猫たちを呼びたいと思います。カリカリは食べるのに時間がかかるため、まあ、一緒に揚げてもね、大丈夫です。横取りされずに済みます。
Thank you.